左の打ち合いで決着がつくかもしれません。予想通り左のジャブをまっすぐと伸ばしてまいります。チャンピオン笹井隆一、この左をどういう風にかいくぐって中に入るか、これも山岡正則の今日の一つのポイントです。ファイティング原田さん、はい、笹井にとりましては世界を目指す、おそらく来年の春になるであろうという世界タイトルマッチの、まあ、一歩一歩のステップのうちの一つなんですけどもね、やはり負けられない一戦ですね。いや、もちろんそうですね、はい、これはもう両選手に言いますが、やはり山岡君もね、はい、笹井君を破っても逆にね、自分のチャンスに取りたいし、そうなんですね、そういう意味で気合ってますよ、はい、だからここはですね、やっぱり笠井君が芯を取らないでうまくこうアウトボクシングができてチャンスに置けるね、だったら大丈夫ですけど、山本君はやっぱり自分のボクシングで笠井君の汗を止めて、自分のボクシングをやっていった場合にはね、ちょっとあれですけども、やっぱり今の勢いから見ますと、笠井君やっぱりちょっと、山本君はちょっと手の悪いなって感じですね。はい、ファイティングハードさんはやはり笠井としてはですね、フットワークを使ってアウトボクシングに行った方がいいというふうに考えですか。僕はそうですね、はい、非常に打ち上げると山本君強いですからね、パンチはありますからね、笠井君はそう、はい、でロープに詰まりますと大変ですからね、はい、やっぱりアウトボクシングでいいところでチャンスがあればもちろん打ってるんですよ。はい、笠井とは同門、帝拳ジムの先輩の浜田剛さんが、はい、笠井の戦い方はどういうふうにご覧になりますか。そうですね、山岡とすればいつも通りガードを固めて、はい、ガードの上から落としながら前に進もうという今の考えですよね。はい、笠井は、まあ、足を、まあ、強く落としたんですけど、逆にこの足を前に出すことで足を前に踏み込むんですね。踏み込んで、はい、逆に相手を押し返すぐらいの左ジャブを打ってどんどん手放すことですね。はい、そうしますとあまり打って離れ打って離れ、いわゆる人の上ではあまり良くない、必要ないと思います。はい、連続連続ボディ、笠井は見なかったです。それでも笠井の動きは全体的に、はい、リズムが続いてますね今はね、はいはい、それで山岡はいつもよりは状態が振ってますね。おー、そうですか、はい、やはり左をうまく発想という意識がそこにあるだろうですね、はいはい、これまで の, そのガードを固めてから攻めるという今お話がありましたけども、今新東京の佐々木会長としてはもうそういうボクシングからは脱皮して、何としても見てた、伸び伸びとしたボクシングをしてほしいということを言っておりました。もう一回目がつきます。ちゃんと浮かんでいます。前方、呼吸を置いてはいけないということをしきりに、ジムワークで言っておりました。第1ラウンドはほぼ互角の打ち合いでした。さあ、接近戦です。距離を詰めてからは打ってくる。これは怖いですということを笠井も認めております。1年半前には両選手、チャンピオンになる前にスパーリング、お互いにスパーリングをしたことがあります。この時の印象で山岡は笠井が非常によく動く、そして強い選手だということを言っておりました。山岡の方も気合入ってますね。やはり今日のこの試合にかける意気込みというのが感じられますね。気合入ってますね、はい、年齢は26歳、やっぱり自分にはもうそれほど先は大きなチャンスは数多くはありません。今回のこのチャンスを大事にしたいということを言っておりました。山岡。ガードを固めます。山岡とそれはもっと距離を縮めることなんですよね。はい。笠井の左がスムーズに出てますからね、今のところ。ガードの上から当たります。笠井のワンツーです。ファイティング原田さんが山岡の戦いぶりどうしてご覧になりますか。そうですね。やっぱりおそらく新党会長もですね、はい、言ってたんですけど、やっぱり上手の下側に入ってきて、はい、左をダブっていくっていうんじゃないですかね、ボディを。その佐々木会長もですね、山岡の一瞬一瞬のそのパンチ力といいましょうかね、これはむしろ笠井を上回っているかもしれない、うん、それをうまく使えたらいいんですということでね、うん、なるほどね、それでやっぱりもう少し入らないと生きてきますね。あ、そうですか、笠井の相手を見ています。これもリードです。橋田さん、はい、赤コーナーのディアストレーナーからね、はい、基本的なことでして、ジャブジャブ、ワン、ツー、ステップイン、うん、こういうことを指示に言ってます、ね、あ、そうですか。左のボディーブローを2発、左のアップ、ちょっと低いか、もう一回転別になって、ローブローに注意です。互いに左のボディーブローを狙ってきます。今日の日本ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、チャンピオンカーナーの最終戦になりました。実は前回の4月のアブラハム・トーレス戦、笠井雄一、その前に決まっておりましたのがチャンピオンカーニバル、防衛戦でありましたが、声援ジムの相方が握
クセントがありまして、試合をキャンセルしてまいりました。従いまして今日までそのチャンピオンランダムに伸びてしまいました。最終戦であります。日本ジュニアフェザー級のタイトルを争います。チャンピオン第20代の葛西隆一、21代目を狙います。バンタム級に続いての2階級制覇を狙うドイツランクス山岡正則です。山岡正則経験の際には決してそんなことは言っておりませんでした。
一つ間違えれば、まあ、予想の通りが楽勝という見方するんで、勝てとすれば、どっぷりどっぷりの試合にしてなるかっていうのが気持ちが出るわけですよね。そうですか。ボディーブローです。山岡としては終盤の葛西の逆転を警戒しなければいけません。葛西が2人うるさく出します。
さっきも乗り込みます。川さん、目が止まりません。そうですね、こういうふうにうまい具合にスライクサイクについてて、山本人が一緒に帰ってくるのが簡単なんで怖いですからね。そうですね。
この試合の前半が山岡でした。2ラウンド、そして、第3ラウンドの山岡がポイントを奪いました。そして第5ラウンドにもいいところを見せました。しかしその第5ラウンドの終盤から葛西雄一が徐々にペースを握り始めました。そして第6ラウンド、第7ラウンドの明らかなポイントを取っておりました赤いターンチャンピオンの葛西。9ラウンドと前に出てパンチを出すことですね。
Thank you.